コロちゃんの心電図30秒間ですね。規則正しく打ってますから、1回がこれです。PQRST。これが1回なんですけど、で、まあ、規則正しく打ってるから不整脈はないと思います。で、この解析をしてくれるんですけど、解析がここか。ここですね。まあ、心拍数が200ちょっとで、まあ、ここは解析で正常範囲。心電図は正常範囲で出てますから、まあ、いいと思います。はい、じゃあ閉じて。で、そのままこのレントゲンね、光線照射ちょっとこっちにやって、ちょっと後ろのやつを機械を動かしますね。はい、じゃあレントゲン。これが胸の正面です。で、胸の横向き、お腹の横向きから、お腹はその方から取ってます。で、まあ胸、まず胸からいきますと、胸があって心臓、大きさ的にはまあ正常範囲だと思います。で、こういうところが肺です。でね、レントゲン見るとき皮膚のライン見てから骨見るんですよね、異常がないから。で、その後内臓臓器を見ていくんですけど、皮膚のラインがあって骨があると、ここがすごい距離がありますよね。脂肪、そうです、脂肪です。結構脂肪がついてます。あと年取るとさ、こういう肩関節とか肘関節とか、あとまあちょっと映ってないけど、変形性骨関節症になる子もいるんですけど、ここは映ってる関節は大丈夫ですね。で、それの横向き、これが胸ですね。で、これ肘が結構横向き、結構見える、肩関節も見える。ほんで胸の大きさに比較して心臓のサイズ正常です。これ気管です、黒い管。これ大動脈です。これ高大静脈です。で、こういうところは気管支があるんですけど、まあ肺炎の移りは悪くない、いいと思います。続いてお腹、これ両方で見ましょう。横隔膜があって、これが肝臓です。ちょっと分かりにくいけど、このラインありますよね、これ正常です。この肋骨まで来てれば正常です。大きいとこういう風になっちゃうし、ちっちゃい子はこういう風に上がっちゃうし。で、これ朝ごはん、はい。で、これ皮膚のラインですよね。と、これ腹膜のラインは多分ここです。で、普通腹膜に接してるんですよ、肝臓が。とこれだけスペースがあるじゃないですか。これお腹の中の脂肪、内臓脂肪、そう。それからあと頸椎、胸椎、腰椎と。で、猫ちゃんここのここにも変形性骨関節症が出やすいんですよ。特にここら辺が綺麗です。から先に骨の子で言っちゃうと、股関節も綺麗です。で、あとはお腹で、まあこれ腸にちょっとガスが溜まってて、膀胱におしっこが溜まってて、で、これがこのライン、ちょっとはっきり重なってるけど、このラインとこのライン、腎臓です。まあ大きさ的には正常ぐらいかな。これがこれぐらいあるけど、2番目の腰の骨の2倍ぐらいだから正常範囲だと思います。で、それの真っ白の写真だけど、まあちょっとうんちが溜まってて、ちょっと少しガスがあるかなと思うけど、あんだけ興奮してるとさ、空気飲んじゃうからさ、それで少しガスが腸の方に行っちゃってるのかもしれませんね。まあレントゲン的にはそんな悪くないですよ。ただ、まあ、この辺のこれデコボコしてるのは、その、あ、はい、お尻のその肛門腺が破裂したところの皮膚だから、皮膚のラインがあのスムースじゃないということはありますけどね。レントゲン的にはそうね、心臓、肝臓、腎臓、問題ないと思いますね。あのサイズ感で 3.4 キロの体重で、この皮下脂肪と内臓脂肪っていうのはどうなんですか？多いと思います。多いですか？ただですね